ロビー画面はめちゃめちゃいいよね。完璧にね。油断したらすぐこのマップ来るよな。これグラフィックかな？あ、帰れへんか、試合中は。おらんな。おっと。慣れ止まったやろ。めっちゃラッキーやねんけど。なんか音の感じがやっぱり気持ち悪い感じはするけど、なるほどね。音バグって止まるバグもあるんだ。なんかいろんなバグあるんですね。いろんなバグがあるんか。今も音が聞こえたってわけじゃなくてサウンドメーターだもんな。音小さくなってんのかね。声は聞こえるけど足音がちょっと聞こえにくいね。今のもサウンドメーターだもんな。今壊されてもおかしくなかったぞ。今殴れてなかったし危ねえ。今てか一人おるな。ここクローゼットかな。あの女の子の声がしたね。こっち誰だろう。そう、走れないバグもあるってね、言ってた。その視聴者の方の、Twitter で見た。これ多分救助待機だな。一人女の人の声がしたんですよ。解放。これラッキーだね。走れないバグはマジきついよね。おとといやからアップで入る前っすよね。何がおかしくなってるんかちょっと分からへんな。
でも山岡店の時ね、足音聞こえるとこは聞こえたんですよ。場所によっちゃっていう可能性もあるんかな。今のも足音一切聞こえてなかったですね。声が聞こえましたね。このトーテムをどうしても壊したいのか。吐息は聞こえるって感じやね。足音が小さいね。これなんでだろうね。原因がねちょっとわからないですね今んとこ。皆さんもね、もしよかったらね、イヤホンかね、ヘッドホンで聞いてもらったらね、声ちょっと小さなってるんちゃうかなってね、思うと思うねんけどね、感じるかも、そういう風に。救助行ったかな。これはアイアンウィルだね。音とか声がマジ何一つ聞こえへん。これキラーやってみます。そうや、ちょっとやってみてほしい。カスタムでもいいからね。声は聞こえるけど足音が。ちょっと聞いてみてください、イヤホンで。あ、そういうことね。確かにさっきトーテム燃えてる音をしっかり聞かれた気がするわ。言われてみればそうやね。どういうことやったんか。なるほどね。そういうことか。お、ん？今のは呼吸音やね。足音はせんかったね。
まあ痕跡見えとったからな。それはあれやけど。そういうことか。全体的に環境音がでかくなって足音が小さくなってます。なんかそういうことなんかな。でもそれだと腑に落ちるね。したか。不滅やったんか。そうか、環境音がで、だからフェイズウォークの、何やろ、でも、その分析が一番腑に落ちるな。確かにトーテムの音は聞こえやすかったもんね。モバイルさ、トーテム触ってる時の音めっちゃ小さいやんか。サバのパークはアイアンウィルが1枚？アイアンウィル1枚だけか。食べみーやんな。あ、怪我の巧妙ついてたんだ。ふんふんふん。